渡来龍樹って呼んでもらった時にこに、手のひらが、なんですかね、しびれるというか、電流が走ったというか、DNA さんにこう選んでいただいた時も、このビーというしびれが、体中を走ったので、もう本当に、先ほども言った通り、めちゃくちゃ嬉しいです。 こんにちはエネオスの渡谷隆之です、えー、よろしくお願いしますもう少しコメントをお願いします自分のプロ <laughs> あ,ああいですねああ右投げに行きますか違う違う,違う何言いますかえーすいませんあの今ドキドキとか緊張がやっとほぐれまして今こういう感じなんですけど今えっ、ー、と 横浜 DeNA さんに選んでいただいてもうめちゃくちゃうれしくてでさっきも選んでいただいてほっとしたというかこうすごい嬉しすぎて最初はこのこう最高ですとかやりたかったんですけど本当にもう嬉しすぎてこうですか、ね、もう気づいたら涙と鼻水が出ててちょっと思ったように今も喋れてないかもしれないんですけど本当にもう今とても,とても最高に嬉しいです。 1>, 1人で静かに黙って待ってる時がも,うものすごく緊張していてで監督に一緒に話してくださいって言って2人で話してもらってでリラックスしていたんですけどでその中で3球団に選んでいただいてでその時に本当にものすごく嬉しくてこう嬉しすぎて嬉しすぎて気づいたら涙がこぼれていたというか口ではずっと強がってすぐ強がるので。 強がりな発言をしたかもしれないんですけど本当に3年前その悔しい経験をしてでその中で、まあ、大久保監督とかに出会えてで精神的にもそうですし技術的にも一から教えていただいて何ですか、ね、その選んでいただいたときにものすごい嬉しい感情とあの監督と2年半一緒に過ごしてきたその思い出というか。 そういうのが込み上げてすみません、んうまくしゃべれないんですけどなんですかねそのとても嬉しい気持ちとその思い出とかがよみがえってこうなんですかね両方とも楽しい最高な瞬間であり思い出なんですけどそれがこう自然と涙に変わっていたのかもしれないです。僕も小さい頃からとても大好きなチームで。 父親が野球をやっていたのでその中で見に行く中で応援もすごいかっこいいですしファンの方々もすごい温かい方が多くて先日あの練習試合させていただいた時もこもファンの方であったりこうチームの雰囲気だったりとても本当に明るくて楽しくてすごいいいチームだなと思っていてそういうチームで僕もやらせていただけるっていうのはとても嬉しいことですし本当にんて言うんですかね、この d n a さんに少しでも。もう、 貢献でできるようううにに全力で頑張りたいいいなというふうに思いますここからが本当に恩返しをできる母親父親兄もそうですけど家族に恩返しできるチャンスだと思うのでこうなんていうんですかねお父さんをこうお父さんに「勇気お前超えたね俺を超えたね」って言ってもらえるようにまずは全力で頑張って超えた時が初めて親孝行なのかなと思うのでまずは父親を超える選手になって 親孝行したいいなと思います夢は諦めなければ必ず叶ううていう言葉をずっと胸に刻んでやってたので高校の時に指名漏れしてその時に一度は消えた夢だったんですけどそれを切らさずに絶対自分ならできるであったり俺ならできるっていう気持ちを切らさずにこの2年半やった結果がこういう最高な結果というか今うまくしゃべれないんですけど本当に今とても幸せです。 の大好きな監督ですしグランドの中ではもちろんすごい偉大な監督でありで一歩、私生活に入ったときはずっと僕を面倒見てくれましたしあの私生活を一から指導してくれて本当に大好きなお父さんでもあり大好きな監督でもありっていう中で本当に去年は都市対抗で監督を胴上げできてるんですけどあの選手権はあの必ずあのもう1回監督を胴上げして。 あの笑顔で,あのそうです、ね、監督に恩返しできるようにやりたいと思います。